everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。10月5日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日はですね、リスナーの小勝からもちさんのですね、お誕生日ということでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ねえ、王子から一言。あ、ビジさんいますね。はい。あ、下げちゃうの。はい。小勝からもちさん、ラブラブキュー。滑り王子マスクマンでございます。あれ、小勝からもちさんって男の方じゃなかったっけ。いや、王子は、ね、ラブラブ中とか言ってないかな、ね、王子は、うん、男女関係なくね、接吻いたしますので。それダメかな。いやだなぁ。はい。って言われる。昼間暑かったので、ノースリーブでスタジオに来たら、なんだか、隣の人のせいか、意外と寒かった味噌煮込みスキーと。今日はですね、リサイクルショップに、ちょっとだけ寄ったんですね。寄ったですね、先客がいましてね、そのおじさんがケーブル類を引っかき回してて、見れないと思いながら、ちょっと このおじさんに嫉妬してたダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは数字の3。今週のテーマは数字の3です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。今回はちょっと3にまつわるスペシャルのお話になります。22時19分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋、熱田、トッペロン、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上、海上輸送一貫サポート、東海協和、沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。先週のね、紹介できなかったメールたくさんありますよ。がっつりありますよ。はい、お願いします。怖いで来ていましたね。泉さんの特急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。怖いと思ったのは飛行機の離着陸ですね。飛行機の離陸の時は揺れて怖い、着陸する時も揺れて怖い、結局怖い。飛行機には慣れていますが、今でも離着陸は怖いです。なんかわかりますね。そうですね。なんとも言えないジェットコースター感がありますよね。あ、それはありますね。うん、たまに、機長さんがね、
この人は本当に上手なのっていう時があるじゃないですか。うん、着陸はとても出ますよね。うん、ね、うん、それがありますよね。ね、ちょっとうとうとしてる時に衝撃で起きる時もありますけども、ね、うん、はい、ありがとうございます。いきますね。怖いでいきますね。はい、お三方さん、こんばんは。こんばんは。まあ、365日です。はい。365日さんです。あ、はいはいはい、今週のテーマの怖いですが、10月からの値上げが怖いですということで、先週いただいてるんですけど、もう10月になりましたけれど、うん、値上げしましたかね。皆さんの生活に大きく影響がありませんように、ということで、ちょこっと書いてあるんですけど、タバコ税が増税。うんうん。家庭用マーガリンが値上げ。はい。うん。ほうほうほう。あれ？大手電力10社と大手都市ガス4社が揃って値上げ。などなど。なんか、ね、いろんなものが。食品もなんかありましたよね。うん、なんかありますよ、ね、うん。そうですね。ちょこっとずつ感じるのかな、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらも怖いできています。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、名古屋の羽生結弦ことエクセレント滑り王子。あ、エクセレントなんだ、私。ね、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。基本的に怖いもんなしなんですが、嫁だけは怖いんですね。あら、まあ、どちらもそうですよね。怖い嫁から逃げるように何度も家出や別居を繰り返し、時には沖縄に逃亡も。あら、なかなか、それこそあの、エクセレントなあの人生じゃございませんか。ね、つい先日4人目の孫が生まれたんですが、離れた京都に住んでいることもありますが、何より元嫁が怖くて会いに行く勇気すらありません。あら、まあ、そこをなんとかその殻をね、ぶち破ってね、ねえ、シュープリームさん行ってほしいな。ね。ですね。うん、そういう時にはヘルメット着用で行ってください。ヘルメットだけで大丈夫かな？あ、やばいけど。ありがとうございます。ありがとうございます。関西から品場もろともです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、味噌煮さん、王子さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。このメールは放送前日に書いてますが、先週の話ね。うん、28日は、ワクチン接種の2回目です。うん、で、日頃から、ダンサーズさんやみそにさんとはツイッターでも絡ましていただいておりますが、お二人ともワクチンでご苦労なされていましたよね。自分も怖くてたまらないです。あ、はい、あ、ね、ありましたね、副反応。というのも、自分は今年で43歳になるのですが、高熱を出した記憶が物心ついてから一度もなく、インフルエンザにもなったことがないんです。38度は愚か、37度の世界も知らないんです。あ、すごい。すごいですね。熱の、高熱の感覚が味わったことないんですね。焚き火の前に2時間ぐらい座っているような感覚でしょうか。あれ、なかなか難しいですね。外から感じるものではね。バンジーして誰も引き上げてくれなくて、翌朝になったような感じでしょうかって、どんな感じなの？どんな、ああ、怖い。C っていうなら日焼けですかね。日焼けかな。放送をリアルタイムで拝見できることを祈っていますということで、うん、先週どうでしたかね、諸友さんね。うん。どうだったんでしょう、ね、うん、また教えてくださいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてですね、こちらも怖いで来ています、はい、名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。飼い猫テズのよだれで教科書が汚れたアリックスです。あら、まあ大変。猫のよだれ、うん、そうだね、ね、テツのよね。名前もテツさんです、うん、そうなんだね。猫や犬を飼ってる人にはマダニが近くにいる可能性が高くて怖いと思います。マダニの耐性菌が抗生物質をものともせず、人を殺しに陥れる。怖い。気をつけているので、飼い猫には毎日串で毛づくろいをしています。ダニはね、結構怖いダニがいるみたいですね。うん、でも家庭のダニじゃなくて、うんうん、まあ、ダニってなんていうんだろう、自然界にいるダニって結構怖いですよね。うん、そうなんですよね。結構アウトドアする人とか、やっぱり、うん、
気をつけないと、まだには。ね、なんか海外から入ってくるね、あれは大学でアリだったかな。あれはアリだね。あれよね。ヒアリ？ヒアリかな。でもそういうの。ヒアリだよ、あれは。でもなんかそんなね、怖い、その、微生物というよりかね、ちっちゃい、この、昆虫を、ね、怖いのありますよね。ありますね、いろいろね。雲、うん、もありますしね。王子、それには多分勝てないよ。そう？うん。いや、でも、ねえ、ワクチンに勝った男だからね。うわ、ワクチン、あれはね、全然大丈夫ですから、ね、心配しないで。ねえ。本当に。はい、あ、で、諸友さんがね、うん、ピンピンしてましたって。あら。うん。よかった。よかったよかった。王子と一緒だ。副反応なかったんですね。ああ、埼玉の郷さん、金曜日にワクチン接種って。うんうん。です。あ、なんか、はじめましてのツイキャスで、はい、堀田さんですかね。はじめまして、茨城のホッチです。茨城のホッチさん、はじめまして。小柄力持ちさん、お誕生日おめでとうございます。と、はい、いうことで。え？小柄力持ちさん、お誕生日おめでとうございます。ホッチ、なかなかいいリアクションするね。はい、はい、あ。そうそう、カープボーイさんがね、うん、味噌煮込みすけさんになってるけど、ダンサーズさん、ひげを剃っても、はい、ヤクミツルさん、はい、皆さんこんばんは。ワクチン2回目、昼の1時半ぐらいに打って、今のところまだ何にもない、このまま行けばいいけどなーって。ああ、よかったですよ。ね。ね。でも、もう、大丈夫そうですよね。このぐらいの時間、きっとね。そうですね。ね。うん、はい、ありがとうございます。はい、まだまだすいません、紹介してもいいですか？どうぞ。怖いのメールできてます。はい、リスナーのハートを逮捕するの、ジェニガタ警部です。ありがとうございます。ありがとうございます。重い話になりますが、はい、私にとっての怖いは、リスナーになる前の7月下旬に人生最悪の出来事とも言える人身事故を深夜3時40分頃に起こし、その後事故を起こした影響に、怖さが体に染み付き就寝。これいいの？ラジオで言って。いいんかな？私もちょっと読みながらどうしようと思いながら。うん、ちょっと待ってくださいね。え？ BG 下げますね、じゃあ。はい。え、BG 下げなくていいよ。じゃあ、ちょっとエコかけますね。はい。どうぞ。突然、体がビクビクする状態が半年ほど続いていましたね。今思えば、お昼のニュースで取り上げられ、私の責任で、被害者が意識不明の重体になり、その後、一命を取り留めましたが、事故の怖さは一生忘れられないので、皆さんも事故には気をつけましょう。だよね。本当にね、本当に怖いですね。リアル怖いですよね。運転ね、されてる方、本当に。ね、こちらが気をつけてても、そういう事故は起こりうりますので、うん、ね、どんだけ、ね、上手く気を張ってね、運転してますよと思っても、うん、ね、うん、なかなかね、予測できないこともありますからね。まあでも、一命は取り留めたということで、ね。うん、ちょっと幸いですね。はい、まあでもね、うん、やっぱり気をつけないといけないですね。はい。はい、ありがとうございます。まだ怖いはありますか？あ、怖いまだありますよ。はい、紹介してもいい？どうぞ。はい。はい、お三方さん、こんばんは。フルムーン新一です。はい。ありがとうございます。怖い。小学生の頃、推理小説にハマったことがあり、江戸川乱歩の少年探偵シリーズを読み漁りました。シリーズ全46巻のうち前半は少年探偵団の冒険物語ですが、後半は一転、殺人事件の怖い話が多かったのを覚えております。何でも後半は大人向け小説の残酷な場面を削除して書き直したものらしいんですが、削除が不十分で、子供には十分刺激的で怖かったです。それでも怖いもの見たさでついつい読み続けてしまうんですよね。まるで麻薬のようでした。皆さんは小説や漫画で怖い思いをしたことはありますかって。あんまりないんですね、そういう、うん。小説とか読んでてっていうのがあんまりないんですけど。もう怖いのは鼻から読まないようにしてるんですけどね。はい、ね、まあ今だとこう、例えばこう YouTube とかですね、うん、そういうのこう、怪談物みたいのをこうね、耳で聞いてる方がなんか怖いなっていうのはね、うん、あるんですけど、あんまり読んでてっていうのが、うん、
本当に現実的な、ね、話なのかな、どうなのかな、みたいでね。あ、でも思い出しました。梅津和夫さんの漫画でちょっと怖いのがあったかな。うん、なんか、ありますあります。うん、それはなんかね、想像より怖くて、ああ、どうしよう、途中まで読んだのに、みたいなのはありました。うん、まあね、今のね、梅津和夫さんっていうのね、聞くとね、誠ちゃんがね、ぐわし！あ、そうか、そのイメージですよね。これが強いですよね。でも結構ホラー書いてますよね。あのね、今ね、ぐわしでリバーブかかるかなと思ったらね、うん、ダンサーと仕事やってましたね。別のお仕事仕事やってましたね。しょうがないですね、ミキサーですからね。そこはちょっとちゃんとアイコンタクトでお願いしますよ。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、一旦 CM を挟んで、はい、名古屋栄養士です。はい。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ビューレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム、大城バネサ・ザ・カバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から、上村かなさんのトイレの神様まで、全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん、聴いてくださいね。私ども、東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気、沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと。贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナ名古屋。はい、名古屋は栄養コーナーです。今日はですね、皆様に素敵な告知をさせていただきます。はい。というのもですね、名古屋栄養というよりこの旧名古屋ですけども、はい。放送開始して今月で3年目となりました。3年目突入ですね。丸2年。うん、丸2年。うん、はい。3年目突入。3年目突入ですね。になります。はい。で、この3年目に突入するということで、はい、皆様にプレゼントを用意しております。で、そのプレゼントですけども、はい。来週から3週にわたって今月いっぱいまで毎週プレゼントをさせていただきます。はい、うん。このプレゼントの内容というのは、我々、はい。3人が、それぞれ選んだ、うんうん。プレゼント品。うん、この、愛知、岐阜、三重に関係するものですね。うん、こちらの方を、プレゼントとして用意いたします。はい。で、来週、再来週、またその次の週というふうにやるんですけども、うん、それをですね、
皆様にぜひプレゼントして届して応募いただければと思います、うん、またその応募方法についてはまた次回、はい、来週ですね、はい、はい、詳細をお伝えしようと思っておりますので、はい、うん、はい、もうね、実はプレゼント選びをしてるんですよ。うん、うん、そうですね。そうですね。ね、うん、ワクワクしながら選んでおります。はい、はい、3人とも全部、はい、選んでおりますので、はい、ね、来週もぜひ。お楽しみにしていただければ。はい、はい、シュプリームさん、名古屋名物といえば滑り王子マスクマン。やめてほしいですね。だよね。ね、必ずね、はい、今日ね、お伝えしたようにね、はい、ラブラブチュッチュをやりますんでね。うん、地獄を見るわよ。もろとも、しなばもろともさん。ダンサーズさんちのベランダで寝泊まりできる件いや、その権利嬉しくないんじゃないんですかね。じゃあ、これ流します。お引き取りください。はい、ということですので、はい。はい、名古屋栄養のコーナーでした。はい。はい、はい、はい、メールご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。ようやくあれですよ。今週のテーマ3ですよ。はい、お願いします。はい、お願いします。R&K のパパさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、ミソニさん、滑って転んで王子さん、こんばんは。滑って転んで？また起き上がるよ。ちゃんとね。起き上がってるもんね。うん、そう。はい、今夜のテーマさんですが、何があるかなと考えてみましたが、はい、もうこれしかありませんでした。私と妻の結婚記念日が3月、そして下の娘の誕生日が2011年3月14日。東日本大震災の3日後だったというぐらいですかね。うーん、あらまあ、じゃあ娘さんおいくつなんですかね。ちょっと計算すぐできないんですけど、大変な時に生まれてきた娘、今は元気がありすぎるぐらいたくましく育っています。あ、王子、うちの娘との結婚は許しませんよ。R&K のパパ大丈夫、今はね、流行りがありますので、ちょっと髪の毛伸ばしてちょんまげ作ってアメリカに行けます。ふざけるな。うん、これなら大丈夫かな。いや、ごめん、よくわからない。え、はい、いいですか、メール行っても。はい、はい、こんばんは、3年になるのですね。3年目になるんですね。早いですね。おめでとうございます。これからも長く続けてください。名護島縄さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。3といえば3姉妹の私、末っ子ですが、二人は鹿児島に、最近はみんな LINE をしているので、毎日のように三人で LINE しています。三人グループの LINE の名前は、旧姓で池田三姉妹です。三という数字は好きですか？それで、あ、三という数字は好きですね、かな。はい。それでは、最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかかっこいいですね、池田三姉妹。うん。風間三姉妹と一緒です、ね、そうそう、その感じですよね。うん、はい。わかる？ごめん、わかるけど、うん、そっか、うん。リスナーの中には、なんだろうって思うよね、きっとね。うん、そうなんですよ、ね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね。ん？はい。久しぶりに雨降っている南大東島のアンツバです。ありがとうございます。久しぶりに雨降ってんだ。久しぶりなの？うん。自分は5人兄弟の3なんですが、地元だけかわかりませんが、長男会、次男会っていうのがあるんです。ただ、三男会はなくて、飲み会の場で、長男、次男の話になると、話に入っていけません。名古屋でも、長男会、次男会みたいな集まりありますか？そういうのはないですね。なんかこう上の方々の集まりですね。で、三男の方がないってのはまた不思議な話ですね。というともうどんどんこう下のね、ご兄弟にはそういう会がないってことなんですね。ちょっと名古屋の方ではそういう会はね、ないですよね。聞いたことないですね。
なんか、はい、この間からプレゼントの話がちょっとツイキャスで盛り上がってて、はい、なんか、ベランダに寝泊まりもあったんですけど、はい、味噌煮込み好きと夕涼み会とか。ああ、それまだ。長島ジャンボ、シプリムさんが長島ジャンボ海水プールで王子とデート券かなとか。いいね。いいねじゃないよ。いいねじゃん。いいね。なんかいろんなプレゼントが盛り上がっていますけれども、はい、いろいろ楽しみにしていただければと思います。はい、はい、いきますね、メール。はい。はい、キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ3。3といえば、キウ名古屋のお三方の3。そして3周年おめでとうございます。さらに、3周年、ごめんなさい、3年目なんですよ、ね。3年目です。さらに、昭和の特撮ヒーロー、アクマイザー3を勝手に思い出しました。ではでは。うん、アクマイザー3ってありましたね。あ、わかる、王子。うん、私なんとなく。アクマイザー3がわからなくて。なんとなくなんかわかりますね。結構こういう系好きなんですけど、アクマイザー3は知らなかったな。もう、うっすらぼんやりしてましたね。もう思い出せないけどね。ね、いろいろこのシリーズありましたからね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つ言ってもいいですか？はい、どうぞ。はい。おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ3。先日、とあるお店でお守りを買ったときに、あなたのラッキーナンバーは13と言われました。さらに、13日の金曜日に宝くじを買ってみなさいと言われました。カレンダーで確認すると、年内はないようなので、来年の楽しみにとっておこうと思います。皆さんは宝くじ買ったりしますかって。うん。宝くじね、宝くじ実はあまり買わないんですね、私も。3箇所になっちゃいますからね。うんうんはい、ね。そうなんですよ。はい。はい、でも買わなきゃね、大きいの当たらないでしょうね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。エンディングでーす。はい、エンディングでーす。来週のテーマは？先生、ティーチャー。来週のテーマは先生です。先生などエピソードをお送りください。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄のベニーモマルヤ誠持ち店陸上海上輸送一貫サポート東海共和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中名古屋熱田トッペロン名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓。高級木材のご用名は、名古屋、中川名木。個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん。こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。セイキャスがまだプレゼントの話になって、味噌煮込みスキーが作った味噌煮込みが欲しいですよ。伸びるよ。伸びるよ。伸びちゃうよ。ね面白い。アンツロさん、ベランダで味噌煮込みうどんを食べる件って。誰と名古屋ですけど、いいですかね、アンツロさん。そうですよね。大東島から来ないといけない、うん。大変だ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。まだメールね、残ってから来週読みますね。また来週紹介します。ありがとうございます。ヘッテーン、ガルガルは、はい、今週もたくさん、はい、たくさんありがとう。ツイキャスもね、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、あ、ラビドラさん、こんばんみって、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、堀田さんでいいのかな、うん、ね、はい、はじめましてですけど、ありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。ね、来週も。聞いてね。はい。はい。ちゃんとした番組やってるでしょそのさ、いや、変にさ、どういう求めるのやめてもらえないかしらね。いや、本当だもん。あ、マミラントさん、ラブラブチュッチュ、名号さするよって。